鳥山石燕『今弱百鬼周囲より、後上、竜一士官人、正積が、強化百物語より、後上、後上は、鳥山石燕の妖怪画集、今弱百鬼周囲などにある日本の妖怪。今弱百鬼周囲では、頭頂部に一つ目をいただく女性の幽霊のような、姿で描かれており、石燕による同書の解説文によれば、突然人の背後に現れて、 後ろ髪を引くものとしている。妖怪探訪家、村上賢治はこれを、後ろ髪を引かれると、神との語呂合わせによる創作物としている。江戸時代の教科本、教科百物語では、名称は、後ろ髪とされ、ガとは後ろ髪を引かれる女性のみで、妖怪などは描かれていない。これは何かを決断して行動しようとする人間の心を、 その決意よりもさらに強く思いとどまらせようとする心の動きや戸惑いなどを一種の例として表現したものと解釈されている。伊原西閣の著書、西閣織止めによれば、後紙が三重県の伊勢神宮の宮に祀られており、親がこう感動しようとしたとき、親の背後に立って気持ちをなだめるものとされる。妖怪漫画家、水木しげるは後ろ髪と、 カミとは関連性のないものとし、岡山県津山地方にカミが現れた話を述べている。それによれば、臆病な女が夜道を歩いていたところ、突然現れたカミがその女の束ねた髪をくしゃくしゃに乱し、火のように熱い息を吹きかけたという。また、風を起こして傘を飛ばしたりして、驚かしたり、冷たい手や熱いものを首筋につけたりするものとも言う。 他にも戦後の文献によれば、臆病者や優柔不断な人間に取り付く、妖怪、臆病神の一つで、人が何かを行おうとして躊躇しているとき、やれ、やれなどとその化して、その者のがいざ行動に出ようとすると、後ろに回って、後ろ神を引き、恐怖心や心残りを誘うものであり、真、袖引き小僧なども、この臆病神の一種だとの説もある。ありがとうございます。